ランボルギニ買いましたか買ってないです、ねまあでもタイトルと内容は一致してなくても別にね興味持っていただければいいですからねでそもそもランボルギーニ買いましたってタイトルをつけていて実際は買ってなかったとして誰にも迷惑がかかってないんでまあ非常食非常食ライティングじゃないや非常識ライティングかなんかわかんないですけどねうんまああるんじゃないですかで結構ね苦情をもらいましたとかね だまされましたとかってタイトルで書いてるけど実際中身はそうじゃないみたいなこと結構あってなななかなか面白いなと思いますよ、ねうん、ただ何て言うんですかねあの実際に自分で取材してなくても取材した人の記事を見てこう思いましたっていうのも一つのニュースですし結局私たちがほとんどお話してることっていうのはね、うん、雑談とか世間話してるのっていうのは自分で調べたわけでもないことを テレビや雑誌に書いてあるよねっていう体でお話していたりアニメとか映画の創作物に対しての噂話をさも本当にあったかのように話してますもんねだからそういう意味で言うとランボルギーニ買いましたみたいなね誰どこの誰か知らない人が買ったことに対して噂をしたり5チャンネルでスレッドを立てたりとかまあ、人ってのは自分に起きたこと以外にも無限に興味を持てるんだろうなと思いますよね、うん、面白い世界だと思います いや私ね吉田さん全然話変わるんですけども今度ね島次郎のコンサートに行くんですよね私が50歳にして50歳を間近にして島次郎のコンサートで一緒にねこうやって踊ったりね歌ったりするんですよねなんか家族してるなーって感じでございますうんいや私ね、まあ、こういったね絵に描いたような家族を求めていたんでむちゃくちゃいいなと思いますで今その普通の家庭ってのがなかなかなくなったと言われてますよね あの例えば結婚している結婚しようとしている女性がね普通の男性でいいんです平均年収は5,000万であじゃあんだっけ理想とする年収が600万でとか身長が1 7 5センチ以上で見た目は普通でいいんですって星野源さんでみたいなこと言いますけどね全然それ普通じゃないだろみたいな今はハイスペックだよみたいなのをなんか普通っていうようなね言い方してますけども、まあ、私はねそのね今では希少価値を帯びてしまった普通の家庭で。 目指しているところがそこにありますんで子供がいて休日にはね遊園地行ったりショッピングセンター買い物行ったり、まあ、当時はデパートって言ってますけどねそんな感じかなと、まあ、今はね休日があるとかないとかじゃなくて、まあ、毎日休日みたいなもんですけどもこういった自分の暮らしを発信するのもいいし単なる自分に責任のない話をしていくのもいいし。 情報発信っていうのはアクセスを集めることが大前提ですから、うん、なんか人をね騙したりとか人をいじめたりとかね誹謗中傷したりっていう風なことでなければ、まあ、いわゆるどんなタイトルをつけて引っ張っていただいてもいいんじゃないかなとでそもそもねウグイスパンを食べてるところからビジネス塾に入る人もいるわけですからウグイスパンを食べてることってのは何アクセスを取ろう取る前っていうのを考えてる。 わけけででそんななレベルじゃなくててただだ食べてるところを取ってただけですからね一風堂のラーメンを食べ続けて1週間みたいなやつもありましたけどもまあとにかく発信をしなければ何も始まらないってことなんですよね発信することですよねはいということでね今日は「ランボールギニオを買いました」っていうタイトルではないですけどもうんあそうですね緊急ニュースということでもしても聞きましょうかね緊急ニュース知らない人にとっては緊急ニュース 知ってる人にとってみたら、なんだ、またそのネタみたいな感じですね。いったしい。